2021。こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきたいと思います。はい、いつも通りこちらツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。はい、そしてですね、アーカイブは YouTube に2日後ですので、16日21時頃にプレミア公開でアーカイブ配信予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。ディスライブ、マイアイアーカイブ、ディスアーカイブアップロードマイ YouTube チャンネル、トゥーデイズアフタープレミアライブ、マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして最後に、旧 Twitter である X のアカウントも持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。This Live アーカイブ My YouTube チャンネル、YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、では行きましょう。しかし一つ残ってんな。何に使いましょうか。ルーラーシップ、オルフェーブル、ハウル、ジワバの移行が使えない。セミナジワバの移行なんだ。サカバの移行もある。でもみんな使えないですね。じゃあこれは？育成度合いが上がりました。
ハンロ三号超スパルタということで行きましょう。ドバイゴールドカップ天野ニコニコ登場です。こちら G2 ですね。 G2 なのでダイジェストでいきます。1馬力127、セコはうん、OK、ダイジェスト。メーラン競馬場 G2、 ドバイはゴールドカップ芝 3200m 長丁場です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m。 粘り切れるか。内から来てるぞ。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。残り 200m。 さあ賞金はでかいです。ニコニコライトオブパッシジ引き荒らしました。後方から一気にタックドボアストロン天野ニコニコ勝ちました。タックドボアストロン天野ニコニコ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。重賞4連勝、いいえ。さあアルクオーツスプリントブラックキャビア一番人気となります。レーティングは136、ダントツですね。もうぶち切って勝ってもらいましょう。レースです。名南競馬場 G1アルコーツスプリント芝1200m 連撃戦です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっとソサエティロック出遅れてしまいました。さあ先行争い、直線競馬ですね。でしょうか。スウェプトジェシー前に行きそうです。トーキングワルツそれに続いています。さらにはイーブンマージュ、最強女王ブラックキャビア、その後ろ先手を取ったのはトーキングワルツ、ピンクの帽子ハーバートバッカルー、その後ろブレイベストマリリン、それに続きます。並んで11番アイシーヒル、その隣にリンゴッツァ。早くも先頭へ。先頭が変わりました。ハーバートバッカルー、ここで先頭が入れ替わりました。ブラックキャビア、ハーバートバッカルー2番手に控えました。さあブラックキャビア逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残り 200m、 日本と世界意地のぶつかり合いだ。ブラックキャビアアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はソサエティロック、ブラックキャビアゴールイン。2着はソサエティロック、3着にチーニックブラスト。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。三浦康生 G1 6連勝です。そしてドバイゴールデンシャヒーン天野ヒーローです。こちら2番人気となってしまいました。プレザントバトミントが120、アマゾンビ130に対して118とちょっと厳しいですね。戦法を選びましょう。前に行く馬がちょっと多いな。先行策でいきましょう。ダイジェスト名南競馬場 G1 ドバイゴールデンシャヒーンダート 1200m 連撃戦です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どうでしょう。日本と世界意地のぶつかり合いだ。アマゾンビ先頭、あと 200m 前は遠い。アマゾンビ伸びてきた。ビッグドラマ頑張れるか。アマゾンビ先頭、2番手はビッグドラマ、アマゾンビゴールイン。2着はビッグドラマ、勝ったのはアマゾンビ、見事な勝利です。
ドバイターフ天の下戸戦記です。1番人気128、タイニーマージンサプレザー対ですね。あとコートビジョンなんかもいますが、しっかり勝ってもらいましょう。レースです。名団競馬場 G1 ドバイターフ芝 1800m です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはカンフォードクリフス。綺麗なスタートを切りました。キャプテントゥーレ前に行きそうです。カンフォードクリフス、それに続いています。さらにはキャンバスキャロル、15番マーケットバンド、その後ろキャプテントゥーレ先手を取りました。そして大きく離れてタイニーマージン、この位置です。これに続いてポリネシアンソフトリー、黄色の帽子、天の下戸戦記、いい位置につけました。その隣にオーリーコンカーズ、すぐ隣にディフェンシブダイク、ビショップインテンション、その位置に続いています。これに続くのがカッターミネソタ、並んで G1 馬コートビジョン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はキャプテントゥーレ、2番手はカンフォードクリフス、タイニーマージン、3番手9番天の下戸戦記、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は中断ですね。カンフォードクリフス続いています。最終コーナーを上がってはきますが、コースに入りました。残りあと 400m、 先頭を伺う。ここからどうか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。先頭変わってカンフォードクリフス、ハンドクリフスが粘っているぞ。残り 200m、 先頭は依然としてカンフォードクリフス。押し切ないそう。させませんでした。2着は天の下戸戦記、3着にサプレザ、勝ったのはカンフォードクリフス。見事な勝利です。ドバイワールドカップ、ゼニアッタです。2番人気、1番人気はゲームオンデュードです。ゲームオンデュード135、圧倒的ですね。ゼニアッタ100、なんで103しかないんだ。とフラインドラック、ワイズダー値は120超えてるので、この辺も要注意ですね。まあ、不利は否めませんが戦っていきましょう。レースです。名団競馬場 G1 ドバイワールドカップダート 2000m、ドバイウィークメインのレースとなります。砂漠に囲まれた名団競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。勢いよく飛び出したのはジェネラルクォーターズ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジェネラルクォーターズ花に立ちます。その後ろからはゲームオンデュード、この馬も上がっていく構えです。さらにはトランセンド、古豪、デンジャラスナップル、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。先手を取ったのはゲームオンデュード、少し開いてオーサムマリア、その隣にエンドコラム、後ろからの競馬になりました。ゼニアッタ、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。内からはブラムエイビー、黄色の帽子、ビクトワールピサ、その後ろ、その外からバイズダム、すぐ後ろにブラインドラック、ノンアールホリデー、すぐ後ろ最後方にアスコットフジヤマ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番ゲームオンデュード、依然として先頭、並んで G1 馬トランセンド、そして大きく離れてジェネラルクォーターズ、この位置です。先頭は依然としてゲームオンデュード、トランセンド、ほとんど差がありません。間を挟んでジェネラルクォーターズ、
三番手13番ゼニアッタ、まだ後ろ安城の5歳、ゼニアッタどこにいるんだ、最後方、いや外から上がっていっている。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ゲームオンリュード、ゲームオンリュードが強いな。3馬身のリード、残り 200m を追いませんね。後続を大きく引き離しました。2番手は3着がやっとだ。ゲームオンリュード、この馬で決まりか。ゲームオンリュード降臨。2着はワイズダン、3着にゼニアッタ、勝ったのはゲームオンリュード、見事な勝利です。ゲームオンリュードが強い。サフクリューステークス型のインサイトです。一番人気グリグリです。全日本2歳優秀取ってるんで、オープン特別だったら負けられないですね。ではダイジェストいきましょう。中山3歳オープン特別フクリューステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました、はい、ぶっちぎり。この直線は短い。型のインサイト先頭、あと 200m 型のインサイト後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はテンマセントラル、型のインサイト今ゴールイン、段違いの強さです。2着はテンマセントラル、3着にテンマスナイパー、これは物が違う。型のインサイト、Cとかかもしれない。Eサイトはさあ日経賞です。アパクラブはアパパネ登場1番人気、ただ AC フラッシュも印を集めております。一騎打ちムード、他サンライズマックス、ヘマブションらが出てまいります。セクリットバレーあたりですね。あとはダイジェスト、中山 G2 日経賞芝 2500m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マジソンカフェ先頭、残り 200m を通過して先頭は変わって、ちょっと届かないぞこれは。サンライズマックス、エイシンフラッシュ先頭だ。エイシンフラッシュ1着、2着はサンライズマックス、これが G1 馬の実力だ。エイシンフラッシュパパね、パパネは3着でした。名鉄杯なんてレースあるんですね。あと 1400m か、クラブは凱旋ときっかけが2番人気です。奉仕は本命となっております。ここはナインエスケープが1番人気。まずダイジェスト、中京オープン特別名鉄杯ダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レーシン G ライン先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。なかなか伸びがないな。タガノジンガロ追い上げてきた。ナインエスケープまだ後ろ、ちょっと厳しい。タガノジンガロ差し切った。タガノジンガロ先頭だ。タガノジンガロ1着、2着は凱旋フィート、3着に凱旋ときかけ、見事に勝ちました。タガノジンガロ、もうフィートの方が来たんだ、ときかけじゃなくて。そしてマーチステークスです。山のエネループ1番人気、山のグー2番人気、
クラブはラビリータちょっと厳しい。保守本命は天の宮となっております。さあ天の宮は先方が選べます。あーでもまあこのままでいいかな。いや差しで行ってみよう。ダイジェスト中山 G3 マーチステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。あと 200m、 先頭は依然として天のエネルウープ。2番手はマコトスパルビエロ。この手応えはどうか。2番手はシルクメビウス。天のエネルウープゴーリン。2着はシルクメビウス。3着に天のグー。1番人気に応えました天のエネルウープ。見事です。マーチステークスを取りました天のエネルループです。覚醒馬だからまだ戦えます。さあこれで高松を見合いとなります。高松宮記念か。天の贈り人ですね。一番人気クラブはファリダと凱旋道館も出てきます。エシンフォワードとかか。あとはBB ガルダですね。対抗筆頭馬はファリダともいます。さあレース行きましょう。中京競馬場 G1 高松大宮記念芝 1200m 電撃戦、桜が咲く中春のスプリント競争が発走です。G1 高松の宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦。今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の天の贈り人とゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは BB ガルダ。綺麗なスタートを切りました。シルポート前に行きそうです。これに続くのが BB ガルダ。先手を取ったのはシルポート。大きく離れました。イーデケンシンピンクの帽子グランプリエンゼル。その後ろここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として古豪シルポート。リードは6馬身ぐらいあります。シルポート一人旅。大きく離されて2番手はグランプリエンゼル。ヘッドライナー3番手。さあこの大逃げがどう影響するか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。差が詰まっていく。先頭天の贈り人。すごい贈り人の背足だ。残り200m を通過して後続を完全に引き離した。ぶっちぎりだ。天の贈り人圧倒でした。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はパリダット。3着にサンカルロ。これが絶対王者だ天の贈り人。ウィニングランです。では6連勝。ヨハネスブルクとシーキングザパール。
AKB とジェンティルドンナが有給ですね。さあ、よく誕生です。出産となりました。さあ、どの馬が強いのかな。ちなみにシーツ馬はトゥーザワールドのみ。サングレアル、あとダイワレジェンドっていう馬がいますね。大阪杯がよ、あと欧州2レースとなります。大阪杯の展望です。王道路線開幕、絶景の頂、ブエナビスタの一強です。先にちょっと出産した様子を見ていきましょう。ゼオ栽培エアグルーヴはなんと9億8300万の価値がついております。カッパギミカと二重丸ですね。ビートフォロー、ノーザンライサー系です。丈夫そうですか、イーブリードにかかわらず。次行きましょう。こちらベガー11となっております。印はミカのみか、成長度によりますけどね。早い、セールイ出したがりです。そして次がダンパ11、ミカのみが、これは厳しいな。で、ダイワレジェンドです。どんな馬だった、ダイワレジェンドって。長峰さんが20丸だが、これダメでしょ、即もう売却でしょ。これなんだ、このダイワレジェンドって。あー、でも10オープン900万勝って10オープンでは勝てずくすぶってた馬なんですね。スカーレットテール、あー、3区も良い走りをできずですよね。これはダメだ。
これはもう売却じゃないでしょうか、即。はい、次行きましょう。桃天然か。どうでしょうね。桃天然はカッパギ20割、ミカが丸。スピードがあればいいんだけどな。スピードがあったり、あとまあ晩成であればいいんですが、牝馬か。で、キューちゃんです。ミカのみが20万、これは厳しいな。次、サングレアル、どんな馬なんだ。でもカッパギ20、ま、カッパギは丸だけどミカが何もついてない。正直厳しいと思うんで、これはセリーチ行きですね。正直あのクラブに置いてもどうしようもないしな。次です、天のジュピター11、カッパギア印がない、ミカが丸。ちょっとスピード的どうなのかな。生類出すこと出す気持ち満々ですね、満作。次です、ドナブリーニ11。カッパギ20丸、ミカ丸です。早熟っぽいな。配合評価 S となっております。次行きましょう、シーキングザパール11。これは期待できるじゃないかと言いつつ、カッパギ丸。カッパギ無印、ミカ丸かよ。今年不作じゃないのこれ、ひょっとして。ちょっとやばすぎるやろ。もうセール売ることしか考えていません。次です、ツダワールド。一応これセリーチで買ったからそれなりに走れるはず。カッパギミカとも丸だから20丸ですね。キングカメハメハトゥーザビクトリー、あ、買ったんじゃないわこれ。トゥーザビクトリーの3区なんだ。山のなっちゃんですね。カッパギは無印、ミカが20丸。スピードはちょっと不安だな。あの万世であることを挑むのみです。データってなんだ、品系図。そっか、天のなっちゃん系だからな。この系統すごいな、ダイナクトレス系。カタノフェイトやもそうな。モデルスポット系ですね。丈夫そう。あんまり強調材料ないな。次です、セカチュウです。ミカのみが20丸、
どうかな、スピード的には不安だな。せめてあの晩成であればいいんですが、シーザースターズ天の世界中です。次です、天の愛モード11。カッパ厳いかとも丸がつかない、厳しいな。次です、サイチパンドラ。カッパギは無印、ミカノイが20丸。慢性であればいいんですが、何度も言ってな、ラストグルーブ、エアグルーブはラストってこと。ちなみに父はディープインパクトです。これ買った馬じゃないの。いや、そんなことはない。まあ、収集をダメですね、全然。走りそうには感じない。評価額？あんた。トゥーザレジェンドです。トゥーザワールドとは別にトゥーザレジェンドもいるんですね。価格はまああるんだけどな。次が天の目、ここから一歳か。サイチパンドラまでか。なんか今回の3区はパッとしない印象ですね。全部の洋服でも見てみるか。あ、ロザリンドとかデアリングハートとか、これデアリングハート、デアリングバードか、アステリックス。なんだこの馬、どんな馬なんだアステリックスって。あ、一勝してもうあのそれでやめちゃったんだ。スーパーホースになるのかな、これひょっとして。3個アエロリッドぐらいですね。 NHK マイルカップを取ってる。ちょっとこれパッとしないんじゃないの。これで虹ってちょっとどうかな。
あとモリスもいつの間にか明治牧場からか生まれてますね。明治牧場なんだモリス。しかも2400万点。なるほど。香港マイルも取ってるですね。チャピオズマイル。空き店や香港カップを取ってるか。距離が伸びてますね。モーリスは強いわこれ。なんでモーリス買わなかったんだよ。しかも絆とかもいるし。トノアラジン、スナボリンだとか、東方ジャックル、AC 光、っていう印象ありますね。シーヒカリはスナボニータってどうなんわ。サツキショウバか。なんかその後は前線マンだな。サツキショウ取った後は東方ジャッカルは一箇所はです。このはなんとダービーの翌週にデビュー。そっから一箇所って追加登録料払ってたもんな。ヌーボレコルトもいる。なんだ聞いたことないまだ。まあ前線はしてるんだな。マリアライトとか高塚記念取ってるわだ。マリアライトってもう北サンブラックがここ登場してるんだ。あとビッグアーサー短距離馬ですよね。コードアクターハープスターもうなかなか強い馬のはず。あ、クラブワーカー、ハープスター。54.5キロ。ローテちょっと行ってみましょう。
った残念でしたね。3着か。川崎では取ったんですけどね。ファウル、ちょっと調子落ち出してるな。テケロセッキ、ドバイターフ惜しかったな。スマートハルクも12勝。エネループがマーチステークスを取ってる。スキャンタレスか。あ、でも、あ、いいのかな、キャンキャン。タノフェイトも取りたいが。エネループどうしようかな。ハルコを借りるか。あ、ここ出てもよかったな。ヒーバー限定。あ、これ弱そう。弱いかもしれない。行ってみましょう。一周放牧してみるか。で、フェイト、キャンキャン、海外ですか。で、大阪杯ブエナビスタ14勝9勝目ですね。ブラックキャビアは初ビクはリーチかけてます。なんとしても取りたい。ザカリは G2、 これで再度 G1 へと挑みたいとこです。送り人が11勝目を挙げました。絶好調ですね、送り人。で、ルーラーシップ、まだ6勝。あと2勝を上げる必要があります。この週でリーチをかけます。あ、ブルーレイも5勝ですね。アラフォはまだ1勝してない。そこでメーカーズマイルへ。カレンちゃんがカバークルからマディソンステークスへ。山のグーが、山のグーはちょっとローテを考えないとね。賞金まだ4600万だから、ここは確実に勝つことを考えた方がいい。不要素か。出すレースがないな。東ひ行きましょう。東小富士ステークス。
フェーブルは参加を狙いに行きます。ツイッターは NHK マイルカップです。今何勝？まだ1勝もしてない。でフランケルは2勝。ニュージーランドかイギリス、イセギニーと海外路線に行きます。インサイトは福龍勝ちましたね。中小フライとか言ってますが全然、ね、あの狙えますからね。 G1 ケンタッキーダービーか。ケンタッキーダービー行きましょう。アニマルキングダムが強いな。内パクちょっと任せてみるか。キャバガール、まあ、距離が伸び、距離延長の方がプラスなんだ。フィッツはちょっと距離延長って言ってもウォークスは持たないです。柔軟性が G プラスってひどいな。しかしパワー重視変更です。で山ガールはもう完全にこれオークス行かないといけないよな。慶応がアリート、マイガールがフローラーステークス、3頭出しだ。です。あでも和服長でもいいかもな。でジェンティル女もいます。竹豊、まあ竹豊でいいでしょう。で自走方針は当然芝、さてとジョッキーのかぶりをチェック。かぶりはどこないですね。ジャスタウェイ買ったか。中2世中1勝ってゲームオンデューと英国3冠ですからね。最上位楽しみです。ウェダビスタ、リデルか。ではネクスト、クイーンオブザーターフステークス、アマノラキスタです。一番人気92、わからん、どこまで通用するかですね。
まあレース見ていきましょう。ロイヤルランドウィーク競馬場 G1 クイーンオブザターフステークス、おそらく牝馬限定芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは天野ラキスタ。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通り天野ラキスタ。さらにはジュリエコーン、ゴゴー、ジャックピンキー、その後ろしっかり先手を取りました。先頭に立ったのは天野ラキスタ。その後ろからはスタイル&トレイル、その外からカルテッドトライアル、モアジョイアス、すぐ後ろその外にアイランドマリーノ、その後ろにガイドブックカナス、並んで8番メルセデスソウル、すぐ後ろにフェイトウィナー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ連勝中の天野ラキスタ、2番手はジュリエコーン、カルテッドトライアル3番手。さあ天野ラキスタ、このまま逃げ切れるかどうか。どうかな、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は天野ラキスタ、間が空いてカルテッドトライアル、その外からはジュリエコーン。さあ有力馬が仕掛けていった。入りました。日曜王者の争いだ。天野ラキスタ先頭。ちょっと足が鈍ってきた。残り200メートル。天野ラキスタ意地を見せる。残り100メートル。ああ超えされた。迫るモアジョイアス。差し切ったモアジョイアス。1頭だけ勝たれた。どうやら天野ラキスタ3着にサイサリスプリメーラ。勝ったのはモアジョイアス。見事な勝利です。惜しい。さあクイーンエリザベスステークス、ルーラーシップ登場、1番人気122のパイオニアジャガーが怖いが、さあレース行きましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 クイーンエリザベスステークス芝 2000m です。これに勝てば切り札 G1 発勝までリーチとなります。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはキャッチスロード。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくキャッチスロード行きました。続いて前へ行くのはクルーズビューイソン、さらにはプロバブルエレイン、15番エバーハンター、その後ろキャッチスロード先手を取りました。これに続くのがベイクトサーテン、エレインシューズ、すぐ後ろ並んでコゴー、コーネルレグズ、その横にシューティングソーラー、パイオニアシャーガー、上がっていきました。赤の帽子イルドシー、その後ろルーラーシップ、後ろからすぐ後ろにエルフバックファインダー、その隣にバンティズプロビス、ストリーミングキャリコー、そのうちに続いています。その外にオープンカリム、最高峰にスキューデントキーンランド、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてキャッチフロード、キャッチフロード、後続を引き離します。2番手はエバーハンター、ベイクトサーテン、3番手14番ルーラーシップ、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続どこから追い上げていくか。先に仕掛けたキャッチスロード、エバーハンター、エバーハンター、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。一気に先頭へルーラーシップ変わった。リードは3馬身以上、この差が広がります。ぶっちぎりです。残り 200m を通過して2番手はベイクトサーテン、圧倒、これは強い、ルーラーシップ独走、ルーラーシップぶっちぎりです。2着はベイクトサーテン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
そこへナレーションリーチがかかりました。キングカメハメハとエアグループさあ国内へ、ダビー級チャレンジトロフィーですが、これは飛ばしていきます。さあそして、大阪杯ですね。ブエナビスタをはじめ4頭が出走です。まず一番ブエナビスタがやっぱり一番人気となります。2番人気アマノハウル、3番人気アマノブログ、当選クラブは当選ジョーダーが続いて、カタノヘフェイトは6番人気、ジャーニー屋台もいるけどちょっと厳しいから飛ばそう。海鮮関焼き屋台も全然範囲ですよね。さあ2番人気以降戦法変えられます。前に行く馬少ないんですよね。それで行ってみましょう。レースです。さあコバの春の G1 コバ中距離春の G1 の大阪杯、阪神競馬場芝 2000m で行われます。果たしてブエナビスタが勝つのか、ブエナビスタを倒して月尾馬が勝つのか。春風薫る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。さあ最後は大外枠の凱旋ヘルシオ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはミヤビランベリー、綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りミヤビランベリー、さらにはアーネストリー、最強女王アマノハウル、その後ろミヤビランベリー先手を取りました。その後ろからはカタノフェイト、内からはプロビナージュ、凱旋赤壁、すぐ後ろ青の帽子アマノブログ、その後ろすぐ後ろに凱旋ヘルシオ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。一番人気のブエナビスタ中段につけています。ダノンカモン、その前に進出ヒルノダムール、そのうちに続いています。すぐ後ろにダノンシャンティ、その外からドリームジャーニー、内からはアルコセニョーラ、最後方にオアシスセッション。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先頭は依然としてミヤビランベリー、ミヤビランベリー後続を引き離す。2番手は当選上段カタノフェイト、3番手ブエナビスタ、この位置から届くのかどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は当選上段、その外からカタノフェイト、さあ直線に入りました。これからの勝負、当選上段が調子がいい、あと 200m ブエナビスタ追い上げてきた。ブエナビスタ先頭です。このまま押し切るか、ブエナビスタ差し切った。ブエナビスタ1着、ブエナビスタ脅威の末足、2着は当選上段、これが最強女王の実力だ。ブエナビスタやっぱり強かった。ブエナビスタウィーニングランです。ブエナビスタ1着、当選上段2着か。ハウル、ブログ、フェイトは残念な結果。
さあこれはアメリカは1レースカレンちゃんがマディソンステークスに出ます。そして桜花賞に天野蓮舫、トライアルアネモネステークスを勝って挑みます。またこれ賢さ E、静止力 D プラス、勝負コーチを G、スピードも C プラスだから厳しい戦いになりそうだな。キャプチャー浜辺方2番手マルセリーナ、激戦ですね。あ、ラッキースター放牧か、ルーラーシップはここでしっかり勝ってリーチがかかっております。確かに宝塚はいいとは思う、いい選択肢ではあるんだが、宝塚の前に走るレースがありそうが、ここら辺だったら勝てんじゃないの。まあデイブセイバーがちょっと怖いですよね。チャピオンステークスもまあなかなか強さがある。これはセットリクワスアービーは強い、かなわない。何これ、ちょっと弱いな。ここチャンスなんじゃないかな。あと万能はイナバウアが出ております。ここ出しますか、ギリギリ持ってくれそうな予感に期待ってとこだろうな。そしてブエナビスタはまあ安田全然いいと思うけどな。ちなみに5月5週以降の海外だとケーブリステークス、アマノアイフォンが出ている。コンソールは安い。このぐらいかな、まあ、この辺でもいいんだけどな。マハタステークスか、メンバーがどんな感じなのかな。一応登録はしとこう。安田出るかどうかは五分五分だろうな。そしたら天野ハウルは12勝だ。4着か。ちょっと調子落ちている。次のレースを考えないとな、まあ、どちらにしろ5月5週以降になる。面白そうなんで出よう。ハールって12勝か。でそしてブログ、これはちょっと無理でしょ。まだじあと思った取ってた。
際加減、なんでここに出すのはもったいないです。面白いけどな、まあ、もしくはナルオキネですね、オウソオクスリン。でもこっちの方が金量が重くなる、ここ出しましょう。でフェイトが発着か、でまだまだ早かったんかな。予定通りビクトリアマイル、予定通りなのかビクトリアマイル、いやなわけないよな、こんなとこ出るわけがない。京都は得意そうだな、京都2200っていうのはやっぱり庭なんじゃないでしょうか。それはもうそろそろ京都の季節ですよね。記念行ってこいということで出します。そしてニコニコ、あ、これで自分は8勝あげました。んでいいんだな、8勝もうあげてんのか。春天にこのまま向かいます。で、ゲド戦記、は宝塚か、いや宝塚じゃないよこのオーバーは。マイル制主体だろうな。お、いいじゃないですか。メトロポリタンハンデが、これダートか。食器はそんなに美味しくない。乗ってくれな、お願いするけど乗ってくれないんだ。
いようか。展望を見ていこう。トゥーザワールドが一番話題なのだな。キングカメハメハっていうのもありますが、さあカレンちゃん首位互角となっております。バリースウォーム、1頭だけか。かわちゃん1500万なんだ。さあ行きましょう。さあカレンちゃんマディソンステークスに出走です。2番人気アリースウォームは118、カレチャー101、ちょっと不利ですね、まあ、やってみないと分かりません。レース行きましょう。フィンランド競馬場 G1 マディソンステークスダート 1400m です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。シーカーエナジー前に行きそうです。カレンちゃんそれに続いています。さらにはブラブドネスサキン、6番ミッドサマーサドルス、その後ろ先手を取ったのはカレンちゃん、その外にインターホープスプリング、その後ろにツナークエピセット、その隣にスピーチオーシャン、内からはジュリエドレス、その外からエディーズサマーズ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はカレンちゃん、ブラブドネスサキン、ほとんど差がありません。そろそろ勝負どころ。ミッドサマーサドルス3番手。さあカレンちゃんこのまま逃げ切れるでしょうか。あーしかしもうさあ先頭は並びかけてきたぞ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。でも頑張ってるカレンちゃん。先頭1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 先頭はカレンちゃん、ブラッドネスサキン頑張れるか。一気にマイジェン、カレンちゃん先頭、マイジェン、マイジェン、マイジェンに合えた。どうやらカレンちゃん3着にバリースウォーム、勝ったのはマイジェン、見事な勝利です。不平にやられましたカレンちゃん。フランケルニュージーランドトーフィー出走です。一番にグリグリ。さあフランケルが今年の競馬指導です。
クラブはロードカナロアとのぶつかり合いです。リアルインパクトもいますね。ダイジェストいきましょう。中山 G2 ニュージーランドトロフィー芝 1600m です。さあいよいよ直線の攻防、ロードカナロア先頭、残り 200m、 フランケル先頭へ、先頭はフランケル残り 100m、 2番手はロードカナロア、フランケルこの馬で決まりか、フランケル今ゴールイン、段違いの強さです。2着はロードカナロア、3着にリアルインパクト、これが G1 馬だ、フランケル。そして阪神ヒーバーステークス、天のさ、花盛りと天のトゥルース出走、花盛りがグリグリかな、でトゥルースが丸、他昇竜ムーンもいますが、このままダイジェストいきましょう。阪神牝馬限定 G2 サンケイスポーツ杯、阪神牝馬ステークス芝 1600m マイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、アプリコットフィズ先頭、外から勢いよく天の花盛り先頭、アプリコットフィズ懸命に追いすがります。残り 200m を通過して、先頭は天の花盛り、2番手は昇竜ムーン、天の花盛り先頭、天の花盛りゴールイン、2着は天のトゥルース、3着にグランプリエンゼル天の花盛り、見事な勝利です。さあ桜花賞です。天の蓮舫3番人気、1番人気はクラブバーホイールキャプチャー、2番人気はマルセリーナですね。ホイールキャプチャーマルセリーナが保証名、天の蓮舫は、ちょっと厳しい。あとトレンドハンターぐらいです。レース行きましょう。春のクラシ、クラシック第1弾、G1 桜花賞ササヒバ限定芝 1600m のマイル戦、阪神競馬場で行われます。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のアラバマコメディゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。カラフルデイズ前に行きそうです。ナイステラス、それに続いていますウィンドシャーガー、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはナパスタップ、内からは聖カインロッド、並んで11番ドナウブルー、テイラーズワールド、この馬もこのグループ、カラフルデイズ、そのうちに続いています。さらにはカランドケアフリー、黄色の帽子セフトタレント、その後ろ少し開いてナイステラス、内からはタヤコロニス、その外からマルセリーナ、その隣に天の蓮舫。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はセイカンロッド、ラパスタップ、ほとんど差がありません。テイラーズワールド3番手、前哨戦の勝ち馬ホエールキャプチャー、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。ここで先頭に立ったラパスタップ、2馬身から3馬身のリード、ホエールキャプチャーも来た、馬の栄光も来ている。先頭内からぐんぐんとホエールキャプチャー先頭、残り 200m を通過して、2番手はマルセリーナ、ホエールキャプチャー先頭、ホエールキャプチャーか、ゴールイン。2着はマルセリーナ、日記通りを決着でしたね。ホエールキャプチャー G1 の大舞台で見事一番人気に応えました。さあ今度は皐月賞、オルフェーブルが1冠目を狙って出走いたします。また、海外は3頭出走ですね。アマダーラフォは初の G1 勝利を狙うがちょっと厳しいかな。今日ボフ君、第三の男、ユーカリアしようか。ん？あ、これ有機エナじゃないか。そうだったんだ、ユーキンエナの出資した馬だったんだ、ホエールキャプチャーって。お、ギーをもらえた。これは本当に嬉しいですね。これ初の G1 制覇じゃないでしょうかね。まあそういう切り札を手に入れたっていうのもいいですね。台湾レジェンド、ビッグレッドファームからアワードプライド11が出てきたぞ。これってどうなんだろうな。なんか結構やばそうな予感。馬が天の馬ばっかりですね。これは強力だな。
ルフェーブル、最主役はフランケル、ブルーレイは首位互角ですね。ヘイリストか、これヘイリスト強いよな、確かに。カレーちゃん惜しかった、2着が続くよな。土屋、さすがにこれで終わるわけにはいかない。これ入れます。フラケルが二世切り、花盛りビクトリアマイル、レンホイ HK マイルか、レンホイキズナコマンド発動、ちょっと疲れが溜まってますね。やっぱりこれ石を鍛えて最強馬作る。いや、C ですからね、厳しいです、鍛えないと。これ次はどうレースだっけ。すごい、ハルテか。6月1周だな、6月1周武豊かのウレース、安田記念か送り火とか、まだでいいんじゃないの。ちょっと待って、送り火と主戦決まってるんだっけ。やったけうたか、あと、あ、一応たけうたかだな。この週までとなりますが、その前に少し、1分ほど、お待ちください。
はい、お待たせいたしました。では再開いたします。山のアラフォーが、メーカーズ46マイルステークス出走1番人気、激戦ですね。プレザントバドミントンらもいますね。なんとか勝ってもらいたい。レース行きましょう。フィンランド競馬場 G1 メーカーズマークマイルステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのフィンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アマノアラフォー好スタート、ドバウィーハイツ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくドバウィーハイツ行きました。続いて前へ行くのはアマノアラフォー、さらにはダークイレブン、栗色の馬体、シックスディナウンド、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ドバウィーハイツ先手を取りました。大きく離れました。リズミックインク、赤の帽子、ネバーテンダーフット、その後ろゴーイングソーラー、この馬もこのグループ、すぐ隣にオールクウェストシリウス、その横にレジェンドスウィープ、キッズアロー、そのうちに続いています。その隣にプレザントバドミントン、その横にキャットキャッシュ、トランクイリティエミーレ、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでダークイレブン先頭に変わりました。ドバウィーハイツほとんど差がありません。間を挟んでオールクウェストシリウス、さあ3番手、ここから仕掛けていくが、直線コースに入りました。日米王者、どうだ、勝てるのか。厳しい。先頭2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 ダークイレブン意地を見せる。2番手はシックスディナンド、ダークイレブン粘る、ダークイレブン先頭だ、ダークイレブン、ダークイレブン1着、2着はプレザントバドミントン、3着にアマノアラフォー、勝ったのはダークイレブン、見事な勝利です。そして片ハンデスマートファルコン1番人気、68アマゾン、あ、そうか、アマゾンビがいるのか。いやきつい、きついです。なんとか勝ってもらいたいがレースです。アケダクト競馬場 G1 カーターハンデだと 1400m です。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アマゾンビ、これは好スタート。アマゾンビしかも好スタート切っちゃいましたね。ダッシュよくアマゾンビ、あ、でもスワートハルコもいいスタートです。それでは先頭からシドニーズキャンディ、先手を取りました。大きく離れました。アマゾンビ、フェータルブリッド、スマートハルコンは好位につけましたね。スマートハルコン並んで12番クォーターサバナ、これに続いてキャプテンキャンディーマン、その隣にトラップショット、その外にアマゾンビを貸せるかどうか。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてシドニーズキャンディ、リードは6馬身ぐらいあります。シドニーズキャンディ
人旅、2番手はスマートハルコン。これは絶好の手応え。スマートハルコンが先頭へ。さあ、アマゾンビを外からナビかけていく。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。さあ、つまらない。2番手はアマゾンビ、スマートハルコン先頭。勝ちました。スマートハルコンゴールイン。2着はアマゾンビ、アマゾンビを破った。3着にリンヤードヘイブン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。スマートハルコン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ、そしてオールエイジドステークス、アマノブルーレイ出走1番人気、激戦ですね。119ヘイリスとかトップは、ヘイリスは確かに強いな。ジェジザ・デッドプレーン、ファイティングカウントラも怖い。ではここはレース見ていきましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 オールエイジドステークス、芝 1400m です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヘイリスト、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヘイリスト花に立ちます。その後ろからはイブニングエンペリー、この馬も上がっていく構えです。さらには JJ ザジェットプレーン、混合ファイティングカウント、その後ろファイティングカウント先手を取りました。間が空いてアルビレオフレスト、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ、先頭は依然として4番ファイティングカウント、2番手は JJ ザジェットプレーン、アルビレオフレスト、3番手アマノブルーレイ。この位置から届くのか、後続も追い上げていきます。さあ、先頭はファイティングカウント、 JJ ザジェットプレーン続いています。間が空いてアルビレオフレスト、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に立った JJ ザジェットプレーン。ブルーレイは上がってくるが、 JJ ザジェットプレーン意地を見せないか。2番手はヘイリスト、 JJ ザジェットプレーン先頭、 JJ ザジェットプレーン3着でまでした。2着はヘイリスト、3着にアマノブルーレイ、立ったのは JJ ザジェットプレーン。見事な勝利です。さあ、アリトスカップに片野慶音登場、1番人気、終始はグリグリとなっております。次のエンデバーなんかもいますね。ダイジェストいきましょう。阪神3歳限定 G3 アリトカップ、芝1600m のマイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。メジロマインド先頭、内からぐんぐんと片野慶音先頭、東海トーン2番手、手応えはどうか。あと 200m、 後続はまだ後ろ、片野慶音先頭です。このまま押し切るか。2番手は東海トーン、片野慶音今ゴールイン、段違いの強さです。2着は東海トーン、3着に天満のナーキー、1番人気に応えました片野慶音、見事です。これは NHK ワイルカップ出るのかな、わからん。疲れとかにもよるよな。さあ、オルフェーブルが皐月賞出走です。
まずは1冠目を狙うオルフェーブル。おっと、本誌は誰に譲った？ベルシャザールか。ライバル馬です。ベイバリア賞あたりもいますね。さあ、前に行く馬が少ないのはちょっと気になるところです。ルルーシュあたりも怖いかもしれないです。さあ、レース行きましょう。ボバ、今年のボバクラシック第1弾サツキ賞、3歳限定、芝 2000m、 中山競馬場で争われます。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾サツキ賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。おっと、ダラーアクター、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にフェイトフルウォー入ってゲートイン完了です。スタートしました。ダラーアクター、スタートのタイミングが合いません。先行争い、何がいくでしょうか。エレベレスト、前に行きそうです。エンドクラウディ、それに続いています。さらにはアイネルスターズ、漆黒の馬体、フェイトフルウォー、その後ろダラーアクター、先手を取りました。ルルーシュ、それに続いています。これに致命的な出遅れじゃないよな。その隣にベルシャザール、すぐ後ろにヒットザターゲット、サクラランディング、上がっていきました。エイシンジャッカル、すぐ後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。並んで11番ガノンバラード、1番人気のオルフェーブル、現在馬群の中ほどにつけています。その外にアフリカンウィンド、後ろですね、黄色の帽子、コティリオン、その後ろトーセンラー、この馬もこのグループ1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろにサダムパテック、しんがりからウィンバリアシオン。さあ、先頭はまだ1番ダラーアクター、まだ粘っています。2番手はルルーシュ、ベルシャザール、3番手オルフェーブル、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。どこだ。さあ、先頭はルルーシュ、その外からフェイトフルボー、一気に先頭だ。コーナーをカーブして、さあ、これからです。最後の追い比べ、先頭はオルフェーブル、残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、2番手はコティリオン、オルフェーブル、この馬で決まりか。圧勝です。オルフェーブル独走、オルフェーブルぶっちぎりです。2着はウィンバリアシオン、3着にサダムパテック、オルフェーブル、素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。ウィニングランです。まずは1回目をゲットいたしました、オルフェーブル。そしてアマノキャンキャンがアルタレスステークス出走、1番人気、日坂さんを乗れて全部20丸です。2番で2着が多かったような。相対するのはエスパールシティとなります。そのままダイジェストいきましょう。阪神 G3 アタレスステークス、スタート 1800m です。さあ、直線に入りました。これからの勝負、もう先頭です。エスポワールシティ先頭、あと 200m、 先頭はエスポワールシティ。アマノキャンキャン頑張れるか。エスポワールシティ差を広げる。2番手はアマノキャンキャン、エスポワールシティ強い強い。エスポワールシティ圧勝ゴールイン。2着はアマノキャンキャン、3着にオールマイスター、見事に勝ちました、エスポワールシティ。このキャッキャ惜しい。
ホラステークスとアズワコフィジステークスか。さあスワートハルコとアマゾンビリードさん、金かいいでしょう。もう一個お、ルーラーシップが引っ張ってますね。中距離中長距離はジョポーティーとかショッキングとかシュリツデゼクルがいますからね。なおですね、短距離は一応送り人がトップで139となっております。ゴルディコバとかカレージャスキャットですね。ロケットマンダタアマのイナバウアン124。まあ、ゲームオンデュードが強いな、ここは。さあ、あとローテを決めて終わりとしたいと思います。中放牧慶応は佐藤出しか。でオルフェーブルは日本ダービーですね、当然のごとく。ライバルは増えると繁殖ボーナスが加算されるんだ。さあ、イギリス2000ギニーへ向けて旅立ちます。そして片尾ツイッター HK マイルカップへ。人はこれ長すぎるな。スタンドステークス、これ行ってみよう。あ、と思った。これ非常に距離が短い。じゃあこれか。ブルーレイちょっと無理なんじゃないかな。ブルーレイは出しません。なので復活5周の中距離戦かな。スノーフェアリーとかショッキングとかみんな強いからな。今
あと駒そんなに強いレースないか。出ましょう。で、アラフォーがこっちは大丈夫ですね。安だけね、一周放牧。で、ラクエラビスタがどうかな。やすやっぱ 2000m の方がいい。安いな、距離が。そういうやつと戦うんだ、俺は。わからないですね。行きましょう。しようか。このまま出すかな。で、初音ミク調子いいよね。リーチかかってる。それだけ出したくないな。こう行こう。まあいいでしょう。で、ラキスタ、まあ勝負に行ってもいいとは思う。まあ取ってませんからね。で、リコイコは来週の春を天皇賞に出ます。いた札。これがエレループ。エレループはもうちょっと厳しいな。ラトノワールって言ってますが。アップルブラッサーハンデに出る馬もいるのか。これはちょっと厳しい。戻ろう。ステークスへ。
タバ班へ。フェイトまだ一生してないだろうな。とにかくここで勝つのは難しいと思う。一応一周放牧しとくか。しなくてもいいかも。よかったかも。手にあった。ハウル、出生11勝か。プロも同様だろうな。まあそれでも10勝だけど、想定内。最後冬ソナですね。追い込み追い込み追い込み。キングカメハメハか、父親が。
ということで、4月は要週ということで、以上となります。はい、ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。この、はい、配信は YouTube に、2日後21時頃から配信いたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter では X アカウント持っております。ぜひ、そしてアクセスしてください。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9 2021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。